はい、仕事ダンスで世界をつなぐ北村仁です。いつもいつも応援ありがとうございます。はい、今日はですね、今回令和の虎にまた挑戦したっていうことで、その結果を発表したいと思いまーす。だーテンション高いんですけど、はい、ちょっとね緊張してます。はい、今回ですね、令和の虎、手話 UD ダンスで世界一を、取りたいっていうことで挑戦したんですけど、結果、200万円ゲットの、完全オールでございます。本当にありがとうございます。はい、なんですが、今回ですね、挑戦した世界一を取るためにお金が欲しいと言ったんですけども、それではですね、それじゃなくて、今回はなんだ、僕北村仁ですとか UD の環境がどんどん有名になっていくっていうために使ってほしいってことを、言われたので、そのために使います。で、なのでまだまだ僕らは挑戦があって、例えば世界で一番を取るためのお金が必要でしたり、今は手話カフェがお引越しするっていうことで、もっともっとそのためにローと超がダンスとか音楽で自然につながれる、そしてローの仲間が、まあ、子供もいます、今小1とかのね、ろう学校の生徒たちが、例えば10年後にアルバイトができる、安心してできる、はい、マクドナルドとか、まあモスとかにアルバイトに、なんだろうな、面接に行くっていうのも、行くっていいと思うんですけど、でも、どっか落ちた。でも、手と手があるから大丈夫。勇気を持って、高校生の時にアルバイトに、安心してできるって場所を、どんどん僕らは平塚から世界に広げていくってことをやりたいと思っています。そのために、手話で踊ることを文化にしたいですし、この手と手手話カフェ、今は全然赤字なんですけど、これをどんどん黒字にして広げていきたいと思っております。はい、なので今回ですね、岩井、主催の方からの、対談、僕と主催の対談の動画でも言ったんですけど、今回ね、スポンサーですね、法人と個人のスポンサーを募集しています。そして、僕もう二つ目なんですけど、僕の手話ダンス、UD ダンスの先生ですとか、例えば歌とかダンスきっかけにもっとローと交流したい、手話を覚えたいとかいう風な人の向けのプランで、手話で踊るための学校という UD スクールの高額のプランをですね、今回発表しました。ぜひぜひね、スポンサーもすごく嬉しいですし、僕と一緒に手話で踊るを文化にしていきたいっていう人も募集しています。手話で踊るための学校っていうのは、僕が手話に出会ってから今までの体験っていうのをすべてお渡しできる、それを目指した学校になってます。はい、僕は、手話を座って本で見て勉強したことがないです。はい、まあ、少しありますけどね。それがメインではやってなくて、僕はずーっとダンス、音楽、歌きっかけにローと出会っていって、そのローの仲間たちと話したりとか、笑ったりとか、飲み行ったりとか、まあ、歌をきっかけに手話を学んで、そしてローの皆さんと友達になっていく。はい、ということを、体験をずーっと繰り返しやっていった結果、今こうやって手話ダンスで生活ができています。はい、それも嬉しいんですけども、それを僕だけのものじゃなくて、もっとそれをやりたい、興味があるって人ができるような場所を広げていく、それをやりたいと思って今回企画を立てました。はい、なので、改めて、下の概要欄の方に、岩井主催との対談動画も貼るので、それを見てやりたいって思っていただいたりですとか、スポンサーやりたいって思っていただけると嬉しいです。はい、で、
その結果、皆さんと今年9月14日、平塚の平新文化芸術ホール、ここで僕は世界一を取る、この目標を頑張っています。で、それを一緒に目標に向かって走ってくれる仲間を今は募集しています。はい。ぜひぜひ9月14日、世界一を取って、で、手話で踊ることを広げていき、ダンスとか音楽、エンターテインメントきっかけに聞こえる人、表現者が繋がって自然に広がっていく、そんな社会をですね、僕と一緒に達成してくれる人募集をしています。ぜひお待ちしております。話長くなりましたが、僕の気持ちはこれで説明はおしまい。僕の夢を言います。僕の夢は手話ダンスレッスンで東京ドーム、そして武道館、ここで皆さんと一緒にレッスンをして汗を流して楽しかったねとか、あー今日もダンス頑張った、じゃあ一緒に芝並み行っちゃうみたいな、そんな景色をですね、結構僕は夢を見ております。そしてその景色を見て僕は死にたいと思っておりますので、ぜひいい死に方をですねしたいと思ってます。これからもよろしくお願いします。どんな話だいどんな感じでね、はい、まあとりあえず僕は手話で踊る、これが多分世界で一番大好きです。はい、その僕の大好きなダンス、そしてこの環境を皆さんと一緒に作り広げていきたいと思っております。はい、改めてこれからもよろしくお願いします。そして最後に本当に令和の虎の関係者、そして虎の皆様、はい、そして今まですごく応援をしてくれている仲間たちですね、仲間たち、そしていろいろサポートしてくれている友達、どっちもなとも友達の友達、本当いつもいつも感謝をしています。この感謝を必ずですね、お返しできるように僕も頑張っていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。以上、手話とダンスで世界をつなぐ北村仁でした。またね、バイバーイ。